今後アマゾンに楽天勝つ可能性あると思いますかあの結局その,あの某国の人がやってるようなすげえあの不安定な商品が普通にアマゾンって売られちゃってるんですよね。<laughs> であのレビューがまあ,そのあの割とそのね造できるという部分もあってなんか高評価なんですけど買ってみたら全然違うものが来ましたみたいなのってアマゾン結構あるんですよ。 で楽天って割とあの確率論でいくとそれが少なくて、まあ、きちんとそれなりにまともな商品来るんですよね。あのちゃんとその日本の会社がこういう形で登記してやってますみたいなのを日本の法律を守って、あの要はその日本の場合ってあの通販やるときってこの会社です、住所はここです、問い合わせはこれですっていうのを表示しなければならないっていう法律があるんですよ。なのでそれに沿ってあの登録できるような会社のまともなところしか楽天ってないんですけど。アマゾンって アマゾンの中で売ってるのであくまでアマゾンが売ってるという体なので売り主が誰であるどこに住んでる問い合わせの連絡電話番号はどこであるというのを書かなくてもよいというのがあるのであの特徴法ですねなのであの某外国であろう日本語があやふやな人というのが結構物を売ってたりして買ってみるとクソみたいな商品が来ることが多いんですよ。 で、ただ、アマゾンはちゃんとしてるのは、こんなクソみたいなのが来たぞっていうと、ちゃんとあの、お金返金してくれたりとか、あの、ちゃんとまともな商品を送ってくれたりっていうのがあるので、お客さんは損しないんですけど、なので、あの、その、オンラインショッピングに慣れた人であれば、またクソが来たわっていうので、アマゾンに問い合わせして、この会社クソだわ、返金しろやってると、すぐに返してくれるので、結構便利なんですよ。だから僕、アマゾン嫌いじゃないんですよね。あの、そのなんか、どうでもいいものが来たとしても、これ違うわ。で、最近で行くと、 あのスイッチのあのこの横付けのコントローラーこれのあのなんかすごい安い店があったんですよであじゃあこれ安いから買うわーって言って買ったらあの外付けのコントローラーなんだけどああのねあのね充電えっとねその本来これって Bluetooth で繋がるんですよね。 なので、あの、話しても普通に動かせるんですけど、あの、ブルートゥースで繋がらないっていう、しょうもないやつをそのメーカーが送ってきたんですよ。で、あの、元々のやつと違うしょうもないやつが来たぞっていうので送っ、あの、その店に対して送ったら、いやいや、ごめん、間違えてたわって言って、間違えてたわと言いながら、しょうもないやつをもう一回送ってきたんですよ。 んで、おいおいおいと思って、あの、その言ったら返金になったんですけど、返金になってお金は戻ってきたんですけど、しょうもないコントローラー2つうちにあるんですよ。いや、その戻さなくていいよって言われたから。っていうのがあって、そのなんか、あの、ただでしょうもないコントローラーが2つうちにあるってなったりとか、あとあの、HDMI っていう、あの、パソコンの画面とかをテレビにつなぐやつがあるんですけど、で、あれを、なんかね、 一個買って動かなかったから、動かなかったよっていうのをイギリスの COUK、OK、の Amazon で買ったんですけど、クレーム入れたら、あの、なんか4つ送ってきたんですよ。あの、一個動かないんだったら4つ送ればどれか動くだろうみたいな。いや,いや確かに動いたけど、あの、こんなにいらないよって言って、なんか HDM ケーブルうちにやたらいっぱいあるみたいな。っていうのがあって、その Amazon は割とそれでお面白い店に入ると、損はしないけど面白いリアクションがあるんですよ。 なので、あの、その、これがこの時期までに絶対必要っていうのであれば、アマゾンで買わない方がいいんですけど、ただなんか、あの、時間もあるし、来なくてもいいしっていう余裕があって面白いものを買いたいときは、あの、アマゾンは割と良いです。はい。なので、あの、皆さんそういう感じでショッピングは、あの、使い分けるとよろしいのではないかなと思います。はい。